高橋由一チャンネル。昨日21日の夜に北朝鮮が弾道ミサイル技術を使った発射っていうのをやってですね、というのがニュースになってましたが、高橋さんこれはどう見たって。まあいずれにしても間ね、なんか夜中だったから、はい、私のあのなんかスマホにもねやりましたって出て、でもあの警報はなかったから、でも沖縄の方ではあったんでしょ。みたいですね。それだから予定通りつっちゃあれだけど、そのあと 1,2 時間すれば、まああの普通にね予定通りだったんだけど、それよりちょっと前だったっていうことでね、で驚いたって人のマスコミなんかにもいたけどね、まあでも自衛隊の人とかそういうの人から見ればね、まあね予定通りやるかどうか分かんないですからね、その前後からずっとね、まあ前後っていうか普段からいろいろと、まあ準備してるから、まあどうってことないと思うんだけどね。だからなんかこの解説で予定外にやってね驚かすっていう意図があるとか言うんだけど、これなんで驚いてたらちょっと国防はやってらんないよね。そうか、それはそうだよね。予定通りやるなんてことはまずないからない世界だからね。普段常日頃から全部いつもあのまあね監視してる人から見ればね、どうってことない話だと思うけどね。ほんのちょっとずらしたのは何の意味もないんじゃないのと正直って思うけどね。そうですね。それであれじゃないか、結果的に1段と2段目が、あの2つあって、それそれぞれ起こったってことになって、軌道上には乗ってないと、乗ってないって話だから、人工衛星なるものはまたできなかったんじゃないの。これ一応軍事衛星ってことになってるからね、できなかったんじゃないかな。まあそれで この際ちょっとあのこのね、人工衛星の話を、まあ、しながら、まあ、いわゆるね人工いわゆるだよね、いわゆる人工衛星の話をしながらね、ちょっとね物理の勉強をしようと思うんですよね。実際のいろんな計算とかそういうのっていうのは高校の物理で必ず習う話なんですよ。でもまあ分かりやすく言うとあれだよね、高い山があってね、まあこれで横にヒュッて球を投げた時どうなるかって、まあ当然あの高い山から水平に投げてもね、あの速度が低いと落っこっちゃうよね。でも速度が速ければ速いほどどん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 遠くに行くよね。遠くにどん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 行くと、すっごく速い速度になると一周回るんだ。そういう話なんですよ。それであの今の、まあ、北朝鮮の技術、それで、まあ、高い山から投げたっていうのは衛星発射したのと実は同じなんだけどね。北朝鮮の技術を言ってみると一周はできないけれど、この A とか B はできると。A とか B ってね、すごく速くなるとこの B がどん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 離れるわけね。離れて今アメリカの、なんていうかな、あの全土をカバーできるまであると言われているんだけどね。でもこれ B だけであって、もっと速くすると実は C になるわけよね。C になるんだけど、そこまではまだできないって。でこれだから球を速く投げるのと一緒でね、なかなか難しいんですよ。であのじゃあこんなんでロケットは簡単だろって言われるんだけど、要するに速くするとためにはものすごい燃料を積まなきゃいけないんだけど、外大きくなっちゃうでしょ、そうすると大体多段階に分けてどん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 加速していくって、そういうことをやるんだけど、多段階に分ければ分けるほどそれぞれうまくいくかいかないか分かんなくなるから難しくなるんですよね。だからこれはあのいわゆる弾道技術って言うんだけど、まあ、あの弾道技術って早いあのそのロケットをやるっていうことなんだけど、まだ北朝鮮はこの C までいかなくて、Bで B がもうちょっとまあね、あのこの図よりかもうちょっと長くまで投げられたって、そのくらいですよね。ちょっといってるってことですね。で今のところ言われてるのはアメリカのここまで届くって1万キロだけどね、で1万キロだとね、あの地球は4万キロもあるからね、全然まだ足りないから、で C を目指してるんだけどうまくできないっていうことなんじゃないですかね。今はね、今回目指したのは C ってことですね。そうだそうでしょ、あの軍事衛星のために C が、あの必要ですよね。でちなみに日本を言うと、C もできてますよね。人工衛星打ち上げてるけどね。それとあとね、だからちょっとあの楕円の D もできてますよね。これであと他の、あのところまで行ってる E もできてますよね。日本の方がすごいよね。これ C と D の違いっていうのは、速度の違い。だからある一定の速度ってなるとちょうど一周回るんだけど、それよりもうちょっと速くなると楕円なんだよ。
これは衛星の種類は違うんですか？衛星の種類一緒、基本的に。うん、あのでも例えば気象衛星みたいな話になるとね、はいはい、ちょうどくっと回んなきゃダメだから、はい、あの D ってあんま意味がないよね、正直ですね。台になっちゃう、うん、台になると意味ないよね。だってあの距離が離れたりして、ね、地球からの距離が離れると意味ないからね。確かに。だからなるべく C ぐらいにして一定のところで回しとかないと、うん、だって地球から見ててもあのなんか動きが分かんなくなっちゃうもんね。そういうことか。でちなみにあのね、あのなんか静止衛星ってあるんでしょ、はい、通信とか、はいはい、あのテレビに使うやつね、はい、あれはねこの C のやつだけど、はい、すごく地球から離れると、はい、この回転の速度と地球の回ってる速度が同じだから実は同じに見えるんで、はい、これでこの C みたいな普通のやつっていうのはすごく離れてないから、はい、あっという間に回っちゃうんだよね。そういうだからこうやってあの空見てると C の、はい、C のような衛星っていうのはすんごい速い流れ星で、ね、あのスターリンクみたいなの見てるとあれもうブワーって動いていくの分かるんだよね、はい、それがずっと遠くになると回る速度と地球の自転が同じになると実は静止ってに見えるわけだから通信衛星かなんかで、はい、あのやらってあの衛星放送でやるときには、はい、動いたら大変でしょ、こちらからこうやって、ね、なんかあアンテナを年中変えなきゃいけないじゃん、はい、あれきついから、はい、だから静止衛星とある一点っていうかねあの地球から見て動かないように見えてるんだけど実は回ってるのは同じなんだよね、速度も同じなんだけどこのその周りが自転とあの同じになるようにすると実はあのこの静止衛星って形になるわけで、あれは技術難しいよね。それは C が D に近づくっていうことでいいんですか？輪っかが大きくなって輪っかが大きくなる、うん、輪っかが大きくなって、はい、大きくなるから実はこうやって動きの速度っていうのはあるんだけど、うん、この地表に近づけば近づくほど同じ速度もたくさん動くけど、はい、遠くになると動いてもあんまり動かないように見えるでしょ、はい、それである時点になると実は地球の自転と一緒になるから、はい、あのなんていうかな動かないように見えるってそういうことですよ。速度っていうよりもより高くという速度は同じなんだ。衛星放送は難しくてさ、ある、はい、ところまで上がって、はい、そこで速度をこういうふうにあの落ちないように、あと外にも行かないように、うちにも落ちないように速度にやるっていう微妙ですよ。そうなんです。これはだから物理の試験でね、実はね、あの静止衛星はね地球からね何万キロ離れてなところの軌道じゃなきゃいけない、うん、その何万キロ離れて実は速度が何キロじゃなきゃいけないっていうのはぴったりと実は物理の問題に出るような話です。そうか、じゃあ静止衛星持ってる国って技術力が高い、高いよ、うん、だからこれは物理のもちろんね、あのいろんな空気抵抗はないという仮定だけどね、はい、そういう仮定で実は計算で出せるような数字なんですよね。でもピンポイントですよ、両方ともあの地表からの高さもピンポイント、この速度もピンポイントです。じゃあもう北朝鮮は点でっていう点はだから北朝鮮はせいぜい A か B だよだから投げてもさ、あの一瞬回んないで落っこっちゃうんだよ。ロシアに技術もらってると思ってたんですけど、それは全部技術もらったら絶対に C も D もできるよ。できる、全部もらえばできるけど、でもさ、あのさっきも言ったけどさ、要するに何段階か分かれてるでしょ、はい、それで一部だけ多分もらったんじゃないの。ああ、そうするとその一部とかうまくいくけど、はい、その他のとかうまくいかないんだよ。さすがに全部はもらえなかった。じゃあ全部だったらそれはさ、ロシアから買ったと一緒になっちゃうじゃん。確かにそうですけど。いくらでもさ、あのメンツもないじゃない。これじゃあ自分で、あれじゃあ自主開発したって言えないじゃない。ロシアにね、あの打ち上げてもらったのと一緒じゃない、はっきり言えば。確かにそうです、ね。うん。だからそれだったら、まあそういう嘘もつくのはあるんだけどね。うん、あのロシアにね、持ってって、それで打ち上げて、これは北朝鮮ですって言う手はあんないよね。うん。でもそれすぐ分かっちゃうからね。なるほど。さっぱりあれで自分の国でやったっていうのは必要で、そうするとロシアの技術っていうのは、一部だっていうことにしないと、うん、あじゃあメンツもないんじゃないの。まあ、とはいえ日本には A で届いちゃうわけですもんね。簡単に日本は A で届きますよ、アメリカも B で届くよね。だからそれでさらに C になったら世界中どこでもできちゃうよね。うん、怖いよね。怖いは怖いですよ、ね、それは怖いよ怖い、間違いなく怖い。こういう時代になったら日本もあれだよね、うん、それであの A と B の中に、うん、人工衛星じゃなくて向こうはあの核兵器を詰めるわけだから、はいはいはい、ということは日本もね、はい、あれだよね、核兵器がないとね抑止力にならないよね、うん、というふうには思いますけどね。だからいよいよあれなんじゃないの、安倍さんに言うあのが言ってたね、はい、核共有核シェアリングの話っていうのはね、はいはい、だんだん具体化していかないとね、そうですね、あのとってもじゃないけど抑止力が大変なんじゃないですかね、はい。
1月14日日曜日、イベントを行います。詳細はまた追って、連絡いたします。よろしくお願いいたします。